昨今スネージナヤから訪れしファデュイがテイワットに混乱を招いている。その核にいるのがファデュイの執行官公使タルタリアはその一人だ。陰謀や小細工を好むファデュイの中で公使は異色の存在である。関係を図るより力でねじ伏せることを好むのだ。ほう、風から争いの気配を感じる。ファデュイの執行官たるタルタリアはその名を大陸全土に馳せている。武芸百般の彼は戦況に応じて二つの形態を切り替え使い分けることが可能だ。タルタリアがチームにいるとき、チーム全員の通常攻撃のレベルが1上がり、ダメージが上昇する。彼がフエテである弓を手に取ると決めたのは、己の弱点を克服するため。タルタリアの通常攻撃は6段の連続射撃だ。攻撃ボタンを長押しすることで精度と威力の高い狙い撃ちを放てる。照準時、水の力が矢尻に宿り、激流の矢による水ダメージを与えるとともに弾流効果を付与する。最大まで溜めた狙い撃ちが弾流状態の敵に命中すると水範囲ダメージが起きる。さらに弾流状態の敵を倒すことでウォーターブルームが起こり、周囲の敵に弾流を付与する。テンプ、無尽蔵を解放後、弾流の持続時間が伸びる。強敵であるほどタルタリアの力は研ぎ澄まされる。元素スキルは水ダメージを与えると同時に自らなる武装を身にまとい、近接モードとなる。近接モード中は通常攻撃が6段の水斬撃に変わる。攻撃ボタンを長押しするとスタミナを消費することで斬撃を2度見舞い、水ダメージを与える。また近接モードで弾流状態の敵を攻撃すると水元素の範囲ダメージが発生する。近接モードは元素スキルを再度押すか一定時間後に解除される。解除後スキルはクールタイムに入る。クールタイムは持続時間によって変化する。テンプ、水経験を解放後、近接モードでタルタリアの攻撃が開始時、敵に弾流効果を付与する。タルタリアの形態に応じて元素爆発は異なる姿を見せる。止水の矢。遠隔モード中、前方に素早く魔の矢を放ち、水範囲ダメージとともに弾流効果を付与する。スキル発動後は元素エネルギーが一部変換される。隙を見せるのはほんの一瞬だ。近接モードでは広範囲の斬撃により周囲の敵に高い水ダメージを与える。元素爆発が弾流状態の敵に命中すると弾流が消失する代わりにスチームバーストが発生し、水範囲ダメージを与える。タルタリアの戦闘技術は天性のものだ。彼は理性的に攻撃と対比のタイミングを見極める。戦況に応じて最善の選択をしてこそ彼の実力が発揮される。単体の敵と対峙するときはまず狙い撃ちにより弾流効果を与える。その後近接モードで追撃をし、弾流効果による大ダメージを狙うという。逆に複数の敵と対峙するときは元素エネルギーをため、遠隔からの元素爆発で全ての敵に弾流効果を与えるのが得策だ。その後近接モードで弾流状態の敵をほふり、元素エネルギーを回復するといい。木が熟したら元素爆発を再び放ち、戦いに終止符を打とう。
なぜあれほどまでの力を身につけたのか、執行官となる前の講師を知る者は少ない。戦いに恋焦がれる彼の性分には危うさが秘められている。されどこの若き戦士は自覚していないようだ。氷の徐行のため尽くすことで講師は武器を握る理由を得た。徐行の放った刃、それが彼だ。スネージナヤの異名が世に轟き、氷雪の嵐が六国へと迫る中、テイワットの空は変わりつつあるようだ。